キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト編成スカウトチェックということで、はい、今回は広島カープレンズね、はい、まあ、昨年は、うん、2位予想、うん、あ、じゃあ1位予想で2位になって、はい、で今年は正月の予想で最下位にすると、はい、手のひら返しのように、はい、あの広島ファンから猛バッシングを食らうって、はい、そんなバッシングありました広島ファンから。いや、もうあの広島出入り禁止になりましたみんなすぐ手のひら返しちゃうから。でもそんな出入りしないけどね、はい、広島、うん、広島年5回行く買いかないかだからね。通過することもなかなかないですしね。うん、上空飛ばないからね。はい。広島上空も、うん、通過することもない。ないですね。うん、5回ぐらいは俺は広島ひょっとしたら年間で行くかもしれないけども。うん、まあ私の横浜通過できない方が結構しんどいですよ。え、でも全然行けるじゃん。やぶらしから行けばいいから。ルートある、ルートあるから。ルートはありますけどめちゃくちゃ大変ですよ。ルートある。一番多分あのきついのは、はい、あの東京立ち入りしたから。それはしんどい。全然だって飛鳥ぐらいで、はい、あの山梨とかまで行って、はい、そこから下下がればいけるよ。あと中央道で時間かかりますよ。あ、でも中央道も、はい、あ、飛鳥と中央道も、はい、神奈川立ち入り禁止だよね、はい、あ、じゃあ通れません、はい、あ、通れませんか、やっぱりあの相模湖通るんで静岡帰れないですか。相模湖、はい、藤野は、うん、で上野原までかな、あの神奈川県なんですよ、はい、ちょこっと、うん、だから方法ありました、はい、新幹線でいうと、はい、新潟の方回ってで福井かどっかから、はい、富山か、うん、だから北陸新幹線だ。輝きとか乗ってもらってで福井とかまで行って で米原に降りてきてもらって、はい、で米原から、うん、新幹線のまた光に乗ってもらって静岡ルートです。あー、大変です。あ、大変です。それはちょっとね、もしくはセントレア。あ、そうですね、まあ、空港で、うん、静岡空港行けばいいよ。はい、富士山空港行って、うん、プライベートジェット。そうですそんなこと、そんな話じゃないんですよ、はい、広島ですよ、はい、まあ、広島ね、うん、改定する選手で言えば、はい、2011年菊池 1SS から 2SS でオリンピック行ったからね、はい、で、鈴木誠也が 1SS から 2SS、うん、こちらもオリンピックだね、はい、クリアレン無印から S。 おタイトル取ったからね。今日おととしか、うん、おととしその前か、21で、ね、うん、最多勝か、うん、堀江が BB、うん、カニエじゃない堀江だから、ね、最初の頃、初期の頃ちょっと間違えましたよね。加藤、これあれ矢崎ね、矢崎、うん、が BB、はい、で床田が A、うん、でケムナが BB、うん、で小園が BB で島内が S、 無印から、おで林が無印から B、うん、19年以降でいうと森下がドラフト1位森下、うん、1S プラス、おタイトルとオリンピックで新人王ね、うん、で2位宇草、3位鈴木が無印、うん、で2021年ドラフト1位紅林が 2AA プラス、おだから、オリンピックと WBC、はい、で、30セーブ以上を2回、はい、で新人王、うん、で森浦が BB、うん、で大道が B、うん、で21年黒原、森、中村全員無印、うん、で22年斉藤、内田、増田全員無印っていうところで、うん、まあ2位になる理由はもう分かるけどね、うんうん、正直ね、うん、だってこの19年以降のドラフトでももう4人がチームの主力だからね、はい、しかもまあもうね、森下はエースクラスだし、うん、ね、栗林はもう守護神だし、うん、で、森浦、大道もね、左右のもうリリーフとしては大事な要素だから、うん、ほぼ全員が、まあ、怪我とかしない限りは2軍に落ちないっていうところのね、はい、うん、選手たちにもなったし、で島内が、はい、だからリリーフ島内、大道、森浦だから、はい、でその前17でケムナでしょ、うん、ここでもうリリーフが揃うな、マッチし、うんうん、で他で言うと今年、去年だとターリーとかが投げてたり、はい、で矢崎ね、うん、でも矢崎はここの16年のドラフト1位 BB だから、うん、はい、だからこの7年間ぐらいでリリーフ固まったの、うん、方程式が。前回のチェックの時にまだ無印だったその近年のドラフトの人たちが、うん、ほとんどみんなランクがついてきてるんですよね。そうだよ、だからこの10年、はい、2013年からでいうと、うん、栗、堀江、矢崎、床田、ケムナ、小園、島内、林、森下、栗林、森浦、大道、1、2、3、4、5、6、7、8、12人が、はい、10年で12人だから、うん、36人中12人でしょ、3分の1でしょ、うん、3分の1がもう印ついてるんだよ、は
はい、であの3連覇した時だって結局ね、うん、SS 以上は野村、菊池、鈴木誠也、うん、大瀬良、栗、田中康介で矢蓋とかでしょ、そこ S 固まってますもんね、うん、でプラスアルファはあの丸が選手いたわけでしょ、そっか、うん、で相澤とかがいたわけでしょ、はい、石原とか田中康介選手は1位だから、あ3位、ね、3位か、うん、とかだから、うんうん、だからそれは強いよな、うん、でそこら辺がちょっと一周してっていうところでもまあまあ大瀬良栗とかねいるし、うん、だからまあ、この分析見ると野間にもうちょっと頑張ってほしいよな、うん、野間が A とかになってくるともっと強くなってくるっていうところと、多分小園はね A にはなると思う、はい、そのうち、うん、今 BB だけど、うんうん、ね、下手した矢崎もうまくはまったら B とか、うん、あと S とかね、うんうん、栗林もそうだけど、はい、なる可能性もあるっていうところで言うと、うん、まあ野手だね、だ今年外国人2人取ったっていうところもあるけども、まあ、菊池がもう晩年化してきてるからね、うん、だからそういったところではこっから野手の台頭がどこまでできてくるかっていうところもあるから、サードね林とか、うん、ね、あとはあの田村ね外野、まあ、上位 3人までにはないけどね、うん、あとはここら辺でいうとこの黒原森とかね、はい、この斉藤ね今年出てくるかも分かんないし、うん、で今年ドラフト1位に取った、常広と、うん、あと高、あ高ね、うんうん、ここら辺がうまくはまっていけば、うん、まあ、面白い感じにはなってくるよ ね、 そうですね、うん、なのに最下位予想してるからいや結構いますよ、生え抜き選手結構いますよ、本当いるけども、うん、この11年から14年までの S の人たちもう鈴木誠也、うん、いないで田中康介はもうレギュラーじゃない、はい、ディアブダいない、うん、ってなってくると大瀬良栗菊池だから、あーそっか、そこ S が固まってるんですごい強いチームに見えますけど、けどももう半分ぐらいは主力じゃないから、あそっか、それもだって10年前だからね、うん、っていうところになってくると、あとはもうねメジャーとか移籍したりいなくなった選手もいるし、はい、うん、だから結局は大瀬良この栗が貯金作れないとそれは苦しくなるよね、うん、ここで下で補わなきゃいけないからね、そうか、じゃあ野手のランクがもうちょっと上がってくるといいなっていう、そうだから外国人2人が頑張れればいいけども、うん、やっぱそこが頼みの綱だって、西川もいなくなって、うん、ちょっと晩年化してきてるっていう、その野手に含めてだから小園とかがどこまで頑張れるかだけども、うん、はい、ドラフトはいいね、うん、いやなんかでも広島はね、うん、あのセリーグの広島、はい、パリーグの西武って言われてる、はい、あの編成うまいね、うん、入り口すごいよ、はい、出口がまだからどんどん出ていく、そうですね、うん、だから、うん、FA なかったら広島最強説もあるかもかんないからね、うん、FA はどんだけ出てってます、だって丸でしょ、はい、で鈴木誠也でしょ、うん、で、ちょっと前田健で工藤さんとか、そうですね、で新井貴弘、はい、金本さんとか、うん、今回西川でしょ、うん、バンパ出てる、しかもクリーンナップ、クリーンナップだから、確かにそうですね、うん、連覇した時のクリーンナップが全員バンバン、まあ、西武よりは出ていってないけど、はい、でもバンバン出ていく、うん、確かにそう思うとちょっと野手苦しくなってきますね、うん、そうだね、うん、やっぱよ出ていっちゃうからね、はい、でもスカウトはいいよ、うん、正直、うん、あのいい形で補えてるし、はい、いいところも出てきてるし、うん、ここからの伸びしろある選手もいるから、うん、ね、そう、もうすぐ S 取りそうだなっていう選手が見えますもんね、うんうんうん、でもやっぱり強い敵っていうのはもう固まるね、固まるグッとね、うん、ランクが固まりますね、 S でだってそういったところでは、うん、まあね、野間がもうちょっと頑張ってくれればもっと強くなるかもしれないし、うん、あと秋山菊池がちょっと晩年化してきてるから、はい、ここがどこまで踏ん張れるかっていうところと、うん、それを補う田村とか林とかこの若い選手たちがどこまで補えるか、うん、あとはまあ矢野とかね、はい、まあ、大道、初期とか の、うん、あの3人の足使う選手たちが、まあ、もうちょっと2割8分ぐらい打ってくれて盗塁30個ぐらいしたらめっちゃ強いけどな、そうですね、うん、だからそこら辺がどこまでもうちょっと伸びしろが、今のちょこまかだけだったらただの便利屋と、ね、終盤のワンポイント扱いになるから、うん、そこら辺が選手とかも伸びてほしいですよね、で割合は過去のもので言うと B が 15.38%、 A が 8.97%、 S が 20.51% で、まあ、44.87%、 だからドラフト上位まで言うとやっぱ、まあ、5割切る感じ、はい、でも2023年まで入れると、うん、B が約 5.8% 増えて 21.11%、うん、はい、結構増えた、
で A が 1.03% 増えて 10%、うん、はい、で S が 21.15% で 0.6% 増えてるん で、うん、で全体的には 52.22% で、だから5割超えてるんです。これすごいですね。これはすごい。だからやっぱ5割超えてくると、さすがに8割とか無理だから、はい、やっぱ5割、一つの目線が多分5割だと思うね、うん、俺の基準で言うと。だからこの5割をしっかり超えてきて、過去からで言うとこの最新版は 7.4% 増えてるから、うん、はい、これすごいよね、うん、だって B も A も S も増えてるってことじゃないですか。そうだね、だから全部がこう底上げされてるってことなんで、うん、だからこそ去年優勝できるチャンスあったのよ。でまだここでね、はい、パーセンテージ高くなっていくけど人が抜けるっていうね、今いない人がいるってことなんですね。そう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 、はい、だからそういったところではね、うん、まあでも編成スカウトやっぱりいいね。いやすごい、そうですね、うん、結果としてもねいいですね、うんうん、そういったところではしっかりあとはねそれを現場が生かしてね、はい、戦っていくことが大事かなと思います、はい、スカウト編成の能力が高いね。そうですね、うん、広島は、うん、そう思うとやっぱり今年のルーキーとかもこうまたどんどん出てくるんじゃないかな、ね、でもピッチャーだからね、はい、そう野手がね、あそっかそっか、うん、今野手足りないですもんね、うんうん、底上げしていかなきゃいけないのと、うん、もうそろそろ来年ぐらいは野手を1位とかで取らなきゃいけない時が来るんじゃないのかなっていうところはありますけども、うん、はい、トータルで見ると平成スカウトはいいね、うん、カープはすごい生え抜き育ってるな感がすごい伝わりますね。育ってるな出ていけよねみたいなね、まあ、そこら辺は辛抱しながら、はい、現場は戦っていきましょう、はい。